北山競輪の解説63周年記念は初日を終え少し波乱の一日となりましたね。ね、大塚選手と武田選手と失格ということでね。でちょっと、予選からちょっと小島慶選手も敗退ということで。あ、そうですね。まあ新田雄大の強さと浅井康太の安定感は光っていったのはいましたけど、少し、ちょっと波乱の流れが2日目以降どうなるか。そうですね。あと、まあ、京都勢の巻き返しとかね、注目されるんですけどね。まあ、優秀戦その分また、それでも、ね、いいメンバー揃いましたし、春宝剣翔非常に楽しみです。そうですね。予想やっていきます。2日目優秀春宝剣翔並びですが、2番7番は川村浩二に村上義弘、5番3番は新田雄大に菊池慶翔、1番8番4番浅井康太には、番手を北野武史が主張して、有賀隆が3番手、6番の山川雅人と、9番の大源一は短期戦になりました。川村の主導権取りに浅井が、かましまくり、そして、まあ、新田雄大も、川村に先手を簡単に取らせず行くかどうかなというところ、まあ、狙いとしてはレベルと書いておりますが、浅井康太が、これまで使っていた、フレームメーカーを少し変えてちょっと優秀戦で試してみたい、フレームメーカーで非常に自転車というものは感覚が違うということで、どう出るかいいのか悪いのかもやはり実戦で使ってみないとわからない。しかし浅井康太はやはりその対応力、どんな自転車でも非常に柔軟に使いこなせる能力があると思います。浅井康太が好位をキープしてからの、まくり、まあ、早めに1周ぐらい行って、1着を取るのではないかと思います。私朝には、新田選手に注目したいと思います。初日突然川村選手の逃げを豪快にまくって、まあ、圧倒的な、ね、ファンもびっくりとするような、ね、動きを見せまして、まあ、ここもですね、やはり中心になるんじゃないかと見てます。まあ、新田選手自体は、ね、まだまだ完璧ではないということなんですが、まあ、絶好調ということで、ここは信頼して狙ってみたいと思います。まあ、あと相手としては浅井選手、そして川村選手、菊池選手、そして村上選手と 4社の、ね、力の両通車権が、ね、なんか面白いな感じがするんですが、まあ、ちょっと配当的には見ないかもしれませんが、確実に当てたいと思います。二条線は11レースが金子隆選手と宮越大選手、まあ、二段掛けという形になりますけど、これ決まってほしいなと。そうですね、ちょっと地元勢がね、初日苦戦してますからね。まあ、二条線の6個を楽しみつつ、優秀戦はその新田雄大であり浅井康太、京都勢と、あと野田源一と山川雅人の短期コンビ、方がいますからね。初日にちょっと野田源一を狙いきれなかったのが、非常に今でも悔しさが残っているものはあるんですけれども、まあ、まだまだ出そうかなというところもありますので、あなたはぜひ、まだまだ行きつつ、富山県の残り3日間見ていきましょう。